この石仏が発見されたおかげで深谷の歴史が作り変えられた。この石仏は福生寺というお寺にあった。福生寺は上杉宣長が開いた。大同年間、平安時代の初め頃、お寺があったが、檀家がないために、だんだん寂れて、15世紀の初め頃になると、廃寺となり、荒れ放題となってしまった。それを国際寺にいた宣長が、1421年、福生寺を竣工開基した。福生寺縁起の中に、この地の領主、上杉宣長公云々と書いてある。今までは深谷上杉氏は8代だと思われていた。宣房、宣光、宣信、房範、宣清、宣方、宣盛、氏宣の8代だと思われていた。福生寺縁起の中の年代が1400年代だったので、2代目の宣光の後は宣長だということがわかり、深谷上杉氏は9代であることがわかった。今までは、深谷を234年間統治した深谷上杉氏は8代の城主によって治められたと思われていたが、この石仏が発見されたことによって、9代であることがわかった。